日産自動車ザマ工場は1995年まで日産自動車の主力生産工場の一つとして存在していた工場である。プラントコードは U。現在、跡地の一部が神奈川日産カレストザマ店となっている一方で、一部区画は日産自動車ザマ事業所として現存している。事業所の中には完全予約制の日産ヘリテージコレクションがあり、 歴代の日産車をはじめ各時代のコンセプトカーやレース車両などがほぼ実動状態で保管されている。これらの車両は自社イベントでの走行、展示に限らず、モーターショーやヒストリックカーミーティングをはじめ、反射の新型車発表、試乗会などに貸し出されることも多い。また、一部の車種は個人によって寄贈されている。1965年、完成。 翌1966年のサニーのオフラインを皮切りに同社の乗用車生産工場として創業を開始したことが始まりであった。その後、追浜工場、村山工場などと共に日産自動車の車両生産拠点として重要な役割を果たしてきた。同工場ではサニーに加え、派生車種の RZ-1 や NX クーペ、プレセア、VW ブランドのサンタナ、 セフィーロなどの生産をも言っていたが、工場自体がバブル崩壊の影響によるリストラ対象となり、1995年に30年の歴史に幕を下ろした。なお、日産自動車ザマ工場としての累計生産台数は約1024万台であった。現在日産自動車ザマ事業所は、自動車工場の支援をする方、事工具設備、 電子機器の生産設計開発及び製造、電気自動車のリチウムイオンバッテリーの開発、生産を主業務としている。ABA31 型の一部を村山工場と分担して生産していた。座間工場生産分の車台番号は80万1から振られている。朝日新聞1993年2月24日、長官一面日産自動車大型商業施設。 イオンモールザマに、日産ザマインフォーメーションセンターを開設、日産自動車2018年3月16日。ありがとうございます。